お客さん来る前にちょっと作法をねざっと説明しておきましょう。サビオとサビア、短い方と長い方ね、はい、6、7と7、9はい、はい、まあ、この2本のね、分かりやすい特徴をねざっと説明しておきます。まあ、フィッシュマンさんとのねコラボで作ったんだけど、まあ、いわゆるベイトフィネスロッドなのね。で、僕はあまりソフトでベイトフィネスという名前をね使いたくないんです。もうライト ソルトベイトロッドだと思ってます。で、一番の特徴は1グラム2グラムから投げることができて、なおかつ15グラムぐらいまでヘビーウェイトまで同じフィールで投げれる。ここ重要。今までの沢だと、ベイトフィネスと言いつつも、うん、2グラムだと2グラムの投げ方がある。竿の振り方、力の入れ方で、10グラムになるとまた違うタイミングとかねで振らないとうまく飛ばなかった、バックラッシュしたりね。そこがこの手の竿はですね、非常にあの軽いものから大きなも、重たいものまで同じフィーリングでスムーズに投げれるというところが特徴です。で、それを成し得るために一番重要なことがね、曲がりがね、今までの竿の曲がり方じゃダメなんですよ。例えば先に見せますね、スピニングの方で。スピニングはね、リールの仕組みから言って、竿が根元の太いところから先っぽの細いところまでが素直に綺麗に曲がるんですよ。こういうふうに。いびつなところがない。負荷に応じて綺麗に普通に曲がる。これが、まあ、基本的なスピニングロッドのあり方なんだけど、これと同じようにベイトでフィネスロッドを作ると、重たいものを投げられても軽いものが投げられないわけ。だから今までのねベイトフィネスロッドっていうのはバス用のワーム自体の重量が 7g もあるものなら、ノーシンカーで投げても飛ぶんだけど、ソルトはそうはいかないよね。ワームとジグヘッドと合わせて総重量で 2g、3g 投げなきゃいけない。となると竿の作り方をね全く変えなきゃならない。その一番分かりやすいところを今から見せる。これ、この竿はサビオとサビオはどっちもカーボンのチューブラ。これ見て。はい。おー、すごい。これ考えられないですよ。しの字に曲がってます。多分皆さんの手持ちのロッドでここまで曲げたら、ライトロッド折れるよ、全部。これ。で、これちゃんと高弾性使ってんの。高弾性使ってて、なんでこんなに曲げられるんだ。そこがね、実は、この工場のね、カーボンシートをカッティングするカッティングマシンの技術と、それから、カーボンシートの、ね、巻き方に秘密があるんです、はい。で、ここで結局 1g、2g のや軽いものを投げられるわけです。で、負荷に応じて曲がっていくんだけど、曲がりがね、これ分かる、さらに詳しい人しか分かんないんだけど、いびつなんです。スピニングロッドの概念から言うと曲がり方が変。ここなんか全然継ぎてるとこなんか曲がんないし。で、これはわざとやってるわけね。で、ガイドが、トップガイドがあって、次ね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個ついてるでしょ、ガイドが。で、バットジョイント、グリップあります。つまりそのガイドを起点に13箇所パワーをね変えていってんの。分かりやすく説明するとこの辺が一番強いよね。ここから 3% ずつ落としていってるパワーで、高弾性と低弾性のカーボンシートをうまく組み合わせて作ってるんだけど、3% 落としつつ、カーボンシートの繊維ってこう方向があるから、縦に使うとパリッと張りのある音になる。このカーボンシートの繊維を横に使うと曲がる、高弾性でも曲がる、うん、だけど高弾性だから横繊維で使っても、高弾性だから戻りが早いよ。あっ、あぶでも、おお、切れた、びっくりした。戻りが早いね。低弾性だけじゃ帰りが悪いから、振り抜いた後の収束の速さっていうのがやっぱり
高断性ならではの良さ、そこは、シートの専用方向で使い分けることによって1グラムから15グラムまで投げられる。でなんと13パートに分けて、シートの方向とかプライスとか簡単に言うよ低断性をまず最初に巻くわけ、45度で巻く。でその上から同じ、低断性を今度は75度で巻いて、でその外側に高断性シートをいろいろ巻くんだけど、この辺は秘密なんで喋れない今までの竿の製法では作れなかったね竿なんです。はい、一応作り方としてはざっとした説明はそんなところかな。